はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はですね、私ついにじゃーん、ピアスを購入しました。もうね、ずっと開けるって言っててなかなか開けてなかったピアスを今から開けていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、では早速開けていきます。その前にちょっと今声が、ちょっと喉が潰れてて声がちょっとあんま出ないんですけど、そこはご了承ください。まず耳にちょっと開けたいところに印をつけていきます。でマジックペンがなかったのでちょっとアイライナーでやっていきたいと思います。見やすいようにちょっとでっかくやっておきます。はい、こっち側も印つけ終わりました。ちょっとね、怖いのでちょっと保冷剤でちょっとだけ冷やしたいと思います。なんかね、友達とかによると別に冷やさなくてもいけるよっていう子がたくさんいるんですけど、ちょっと私はちょっとねビビリで怖いので、ちょっと冷やしていきながらやっていきます。まあいいや、もうこんな感じでいきましょう。一時期めっちゃピアス開けるの怖かったんですけど、なんかもういけるっしょみたいな感覚になってきているんですけど、どうだろうか。よし、では開けていきますよ。いよいよこんな感じになっております。いきます。3、2、1。はい、こんな感じで開きました。開いたんだよねこれ。待って、開いてないもしかして。開いてるのかな。これはいけてるんですかね。全然何も痛くなかったんですけど、これはどうなっているんだ。キャッチがつかなかった場合はどうすればいいですか。キャッチがつかなかった場合はどうすればいいですか。キャッチがつかなかった。ちょっとどうしよう、友達に電話します。どうしよう、キャッチがつかなかった。つけてもいいのかな。もしもし、今大丈夫、今いける、いける、いけるいけるよ。今ねピアス開けたの。開けたんだけどさ、なんかキャッチが入らんかった。どういうこと、わかんない。どうすればいいのこれ。じゃあ、あれじゃない、押す力が弱かった、弱かったのかもしれない。もう貫通はしてるやんね、一応。じゃあもうあれだよ、力づくりしてきた。これ入るっちゃ入るの。貫通しとるやん、入るの。グイって押し込めばいいってこと、キャッチを。そう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 、分かった。ありがとう。はい、押す力が弱くてキャッチがつかなかったので、じゃあ自分でつけます。痛みは全くなかったですね、本当に。はまったはまった、はまりました。はい、こんな感じでちゃんと裏もはまりました。オッケー、全然痛くないのでいけます。もう冷やさなくても多分。じゃあこっちも開けていきます。はい、では開けていきます。3、2、1。お、こっちはいけたかな。いけましたね、多分。こっちは2度目の、あ、ちゃんといってる。いやいや、開けました。はい、こんな感じで開きました。よっしゃー、大成功です。はい、というわけでついに私もピアスデビューをしました。はい、結構簡単に自分でもね開けることができたので、まあ良かったかなと思います。で、私は別に痛みはそんなに感じなかったです。耳たぶが薄いのもあると思うんですけど、結構ね薄めなのでそんなに痛みは感じなかったかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでピアスをついに開けたよ動画でした。では最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をお待ちしております。ではバイバーイ。